どうも、太郎です。またね、タオル的になんかこう、まあ、ヒントというか、何かこうね、何かこう得るものがあるというか、まあそういった情報はまた新しく仕入れ、たまたまね、仕入れましたので、今回はそれに関しての話をね、まあシェアしたいと思います。情報のシェアですね。エアビーの話です。アメリカの企業ですね。まあ、詳しくはググってもらいたいと思うんですけど、空き家とかね、空き部屋とかを、まあ、保有している人が、まあ、そのエアビーが提供している、その、まあ、アプリというか、まあ、サイトを通じて、それを他のね、ちょっと一定期間利用したい人に、向けて、まあ、その、何でしょうね、貸し出すというか、そういうサービスがあって、まあ私もね、一度だけ、まあ国内、日本国内のある場所で、それは私が直接予約したわけじゃないんですけど、まあ友達と、ある時に、ちょっとね、地方に行く機会があって、その時に友達が、それをね、利用してくれてね、あれすごく便利だったんですけど、家を丸々借りたんですけど、めちゃくちゃ、その家もね、やっぱりその、何、本当に貸し出す用にしちゃってたんでしょうね。もう本当に綺麗に、何でしょうね、リフォームというか、リフォームっていうんですか、まあ、壁紙とかちゃんと綺麗に、綺麗な壁紙をちゃんと、なんだな、まあ、張り替えてあったというか、本当にそれ向けというか、いう感じの本当に家を、丸々一軒家何泊だって、2泊3日ぐらいか。そうですね、2泊3日ぐらい丸々借りたことも一度だけあって、非常に便利なサービスね。まあ今、コロナとかもあって、まあ、ね、どうなってるか詳細も知らないんですけど、まあ、大打撃はもちろん食らったようですけどね、エアビーも。エアビーも大打撃を食らったようですけど、一応なんかその後、なんでしょうね。やっぱり、その、なんでしょう。創業者というか、まあ、ボスがやっぱ有能なんでしょうね。思い切った、まあ、詳細までは把握しませんけれども、思い切った判断、決断を行って、もう夏頃にはもう、また、なんか黒字を出した、叩き出したとか、そんな情報も見ましたけどね。はい。まあそういった、まあエアビーの、今回はそのエアビーの創業者の話なんですけど、そのエアビーの創業者は学生時代はデザインを専攻したらしいんですよね。で、いや面白いですよね。全然なんかある意味畑違いな感じがするじゃないですか。だけど、そのエアビーの創業者曰く、もう企業に必要なことは全てそのデザインというか、専攻してたそのデザインの、まあ、ね、授業というか、学校の勉強で全て学んだと言い切ってるぐらい、なんか本当にそこから、なんでしょうね、今につながる、まあ、何かをこう、たくさん、たまたま、まあそれもね、学んだようなんですよね。で、じゃあ、それが何なのかっていう話なんですけど、要は、あれなんですよね、なんだろう、まあ、デザインってやっぱり、模型とかを作ったりしますよね。で、その模型を作って、やっぱりそれを、なんだろう、学問から、模型を作っては壊して、作っては壊してっていうことをやっぱり繰り返して、で、その先に独自性が生まれてくるっていうことらしいんですよね。自分のオリジナルというか。で、やっぱりエアビーのサービス自体も、やっぱり始めた当初は、このサービスのお話もならんよって、まあ外野からね結構言われたらしいんですけど、まあその中でその創業者の人も試行錯誤を重ねる。まあだからもうスクラップ&ビルドですよね。そういったこと、だからそういったなんでしょうね。なんて言うんですか。その思考というか、その作業というか、その経営論とかそういったなんか云々ではなく、なんでしょうね。なんかこう物事をこう行っていく上での、まあなんかこうクリエイトしていくというか、その重要ななんか本質の部分はある種そのデザインという、先行してるデザインという学問で、
学んで、で今ね、まあ、いわびそれなりの企業で、もう今上場しようとしてるとか、そういう感じですよね。なかなかどんどん成長している、企業、会社ではありますよね。で、まあそういった情報をこう目にしてね、やっぱタールダンっていうのもある種そうだったと思うし、これまで、まあ、なんだろうな、それなりの年数積んできた、メンバーっていうのは、ね、この話をすれば、あんまそうかもしれないなって多分思う部分はあると思うし、まあ新しく入ってきたメンツ、まあ入って間もない人たちは今後それをね、まあ今日からというか、今日からというかもう、なんだろうな、まあ長い目で、そこの部分の何でしょうね、まあ楽しさというか、っていうものをね、まあなんかしっかりとこう、何でしょうね、味わってほしいというか、まあそういう気持ちもあったりするんですけど、で、まあそういうことをね、思ったりとかしましたね。で、特に最近、我々仮想オフィスをやってるじゃないですか。で、仮想オフィス、マインクラフトを活用した仮想オフィスやってますけど、マインクラフトってまさしくそうだと思うんですよね。で、特に私は結構積み木遊びをもっぱらやってて、なんでしょう、遊び方ってあれ、結構ね、それぞれ性格が出る部分があって、私の場合は結構積み木遊びみたいなことが結構好きで、まさしく本当に、なんでしょうね、まあ、壊すというよりかは、あの場ではね、作っては、まあ、放置してみたいな、まあ、投げて、また新しく何かをこう、積み上げていくみたいな、いう表現の方があれなんですけど、まあ、だけど、あれもまさしくスクラップ&ビルドですよね。作っては壊して、作っては壊してみたいなものに多分近いと思うし、なんでしょうね、そこの部分のなんか重要性っていうのは、ある種、仮想オフィスから、改めてなんかこう、学ぼうと思うのを学べるのかなと。なんかこれまでタールダンの活動も、いろんなことをやってきたよね。いろんなことをやってきて、まあ、うまくいったものもあったかもしれないし、失敗もね、たくさんあったと思うんですけど、で、まあ、その一つ一つの活動で、そこの、なんだろうな、スクラップ&ビルドをやっていくってなると、やっぱり当然コストがかかってくるわけですよね。で、だけど、ただ仮想オフィスの場合はもう手軽に、全然コストもかからずに、あの世界の中においてはコストもかけずに、手軽にそのスクラップ&ビルドができるので、そういう意味での、なんでしょうね、学びを得る、遊びながらこの学びを手軽に、学べる、すごくいいツールだなと思うし、まさしく仮想オフィスに、なんかふさわしいものだなというふうに改めてね、そのエアビーの、情報を目にしてね、こう、改めて思ったりもしました。まあね、これを、まあ今、我々本当に、自分たちで本当楽しんでるだけですけど、まあここから生まれてくるものもきっとあるだろうなという話は、最近もね、ブラックさんと直で会った時にそういう話もしたりしたし、まあ、なんか期待したいですよね。スクラップ&ビルド。